さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきたいと思います。ポケモンがいっぱいなんで、アンノーンをとどうですかね、コラッタまで預けて一粒手でしたかねをちょっと仲間にしたいな。じゃないとストーリーが進まないと思うんで、ちょっとね、ちゃんとこれ大事やから。そうか、間違ったら下に行ったら分かったかな。クモも回復させたいし、キャタピーね。まあ、ここら辺のところはもうトゲピーでも神通力さんね。おお、強いやん。他のキャラも出せばよかったな。強いじゃないか、トゲピー育てたいな。アラちゃん一強でしたけど、アラちゃん一強時代終わるで。こっちは本当近かったか。ポケモン博士ですよね。しまったな、遠回りだったな、完全な。吉野シティまで戻っちゃった。あー、傷薬買っとくか。ボールはあるよね。ちょっと待ってくださいね。傷が6か。ボールは4個か。結構お金あると思うんですよ。傷薬は10個いくか。8個しか買えないのか。あれ、バカした。2万4000あると思ってた。アホや、計算しろよ。2万4000あると思ってたら2400円。めちゃめちゃ戦闘したんですけど、よっぽど仕送りしてるってことですかね。子供貯金、よっぽど子供貯金してるってことか。マジか。ちゃんと点打ってくんないと。3桁ごとに。すぐ文句言うから。アンノーンとコラッタも預けていいかな。正直コラッタよりはミヤグリンの方が怪しいと思ってるんですよね。しかも属性ないしね、どっちも。なんかミヤグリンの方が可能性を感じるな、個人的にですけど。まあいいや、ちょっと反省だ。実家帰って子供貯金下ろしたいぐらいですよね。吉野シティって実家じゃなかったですよね。そう、わざわざ実家に帰って、もうボールがないんでね。まあまあ行きますか。ちょっと遠回りしちゃったな。まあいいけど、そうか、こっちから行けないのか。ポケモンじいさんの家か。まあポケモンじいさんも用なしでいいのかな。用なしでいいのかい。ピピめちゃめちゃ強いってことに気づきました。
めっちゃ強い。ちょっとほんとトゲピーはレベル上げて進化させたいな。じいちゃん世の中面白い。いや発見、確かにね、世の中は発見しかないよね。ごもっともでござる。桃ね、切るってのもだ、斧を持ってるポケモンとかいたかな。それか特技でもらえるのかな。からもらったトルフォゲンはブトロボーだよって、ちゃんと学校とねテレビ番組で言うとかんとあかんすよ。さあアラちゃんだけに頼らないで、確かトゲピーでしたっけ、フラッシュ。フラッシュ。とにかく、ダブルバイセプスを捕まえないと。これ1粒でね。レベル3か。トゲピーで結構、削れるんじゃない？あ、いいね。これでポケモンを変えて、で、ボール投げるか。あと少しだ、頑張れ。へぇー。そういう、伝え方というか、頑張れよ、みたいな。マジでないな。買わないと。アホみたいに傷薬こうだせやわ。金銭感覚が。受け。ボールがもうあんまないからね。できたらスーパーボールとか、プレミアボールなんてありえないからね。まあ、これで砕けるってことですよね。多くの人は気づかないだけ、当たりをよく見てみれば、いつもと高く、確かに。でしょうね。岩石ポケモン。本当はダブルバイセプスにしたいですけど、ボディービルでダブルバイセプスってポーズがあるんですけど、下手にニックネームすると、キャラの名前覚えられないんですよね。ズバットは、確かズバットも仲間に、あ、でも陣痛ルッキーしたら、やっつけちゃうかな。あ、まあですよね。そっか、雷属性は、浮いてる属性には強いんでしたね。確かそうだったはず。あ、これね。岩中黄色いかけらを見つけた。へえ、戦わないのか。勝手に戦おうと思ってたんだけど。やっぱり一回だけだったんだね。そんなあんまないぞと。レベル9とかでしたもんね、確か。正直もう2とかだったらやっつけていいかな。7ね。10ぐらいになったら進化するかな。だいぶ戦力が上がるけどね。大きなポケの技で直せる。直せるか。もうこれ、あれ？そういうことじゃないの？フラッシュじゃなくて、あ、医学だっけか。あれ？押せるって何？石粒手で、技は覚えるのかな？レベル上げて。
といって羽根屋あ岩砕きですね。岩砕きは関係ないもんね。石粒手のレベル上げるのかな。押すか。押す。押す。ズバッとね、仲間にできたのはいいんです。飛んでる時はいつも口から超音波を出して周りがどんな様子か判断。なるほどね。反響した音でなんか位置を把握するって言いますよね。そうね、名前をそのままにしないと名前が覚えられないんですよね。変に名前つけると、まあ、これあるあるだと思うんですけど。どうやっていくんだ。レベル上げたら覚えてくれるのかな。なんかそんなニュアンスな気がしてるんですけど、ソニックブーム。トゲピー強すぎでしょ。トゲピー無双眼すごいですよ。押すね。レベル上げるっていうのが正しいかな。日差しが強い。そんなあるね。読んだったらすぐやられるよね。ダブルバップバイセップス対決ね。日差しが強い。何しに出てきたんって言いたくなるから。今のだけでも経験値もらえるんですかね。日差しが強いとキノコは関係ない気がするんですけど、効果はいまいちだよね。トゲピー6、アラちゃん、あやっぱあ1粒でもらえるんだね。でもたくさん出すと経験値問題か。連れてないといけないとかそういうわけでもないですよね。ちょっと話聞こうぜ。31番道路にいる友達も、まあ、この先にいそうなんですよね。あのちょっと何か見逃してるのかも。それか本当に一粒というのレベルを上げるかってことですね。効かないな。でもレベル5だからかな。ギガインパクト。
すごいな。うわ、51はえぐいな。あそこの洞窟の中のレベルが低いってことか。暗闇のアホラいいポケモン、それは誰のことを言ったんだ。ちょっと岩を砕けるというか岩を押せるポケモンって誰かっていうのちょっと聞かないと。君の飲みでセットしてプレゼンするで。あ、そうか、交換したのね。これはこれで良かったのか問題はあります。イヤのみね。今のは今ので良かったのかとは思ってんですけど。まあ一回回復させますか。情報があるはずなんだよな。ああ、それか、電話してみるか。電話しますか。ちょっと。お金の問題。ちゃんと頑張ってる？そう、キキオシティに、確かそこってまだつぼみの塔があると思ったけど行ってみた。そうそうそう、500人。そうそうそう。返してよ。貯金しないってなったらお金は返ってくるんですかね。じゃあ貯金しないわね。ってことは貯金しないってことはお金は返ってくるってことでいいのかい？わかんないけど。なんか、押すこと。話聞いてるよ。あなた玉からポケモンが生まれ、そうそう。細川ラバッカ君だ。君と卵が受けて大正解。どんなポケモンが生まれ、そのうち店に来て確かに。図鑑を評価。うん、見つけたポケモンが19。捕まえたポケモンが13。なるほど。うん、モンスターボの使い方は分かっとるようじゃな。また図鑑を見せてくれたまえ。なんか意味があるのかな。五郎君。もしもし、五郎ですけど。いやー、ラブカクおはよう。今、コラッタの技を見て、作戦を立ててるんだ。いい作戦思いついたら、またポケモン勝負しようぜか。もしもし、高一ですけど。いやー、ラブカク、今日は自然公園で虫捕り大会があるんだよね。ラブカクが行くの、僕は迷ってるんだ。15分。何番道路で待ってるぜっていうのは、結局どうなったんですかね。あったってことになるんですか。ちょっとわかんねん。ちょっと情報。ああ、ノーマルタイプじゃダメってことね。わらつぼみのと。なるほどね。ちょっと情報を仕入れましょう。君はわらつぼみを持ってる。僕の岩アクと交換。あ、でも岩枠とは交換したいな、よく考えたら。いたかな？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いた気がすんだよな。あ、ジムか。岩アクって岩つ、石つぶてでしたっけ？の進化先ですよね。それは交換してるな。あった気がすんだよな。
なかったら捕まえた。とりあえずズバッと預けて、ですよね。これでさっきの子と交換できるわけだ。ってことですよね。そしたら石粒でいらないんじゃね。おー、いいじゃん。マラツボミを今体送ります。バイバイマラツボミ。これが俗に交換システムですね。やっぱね、人間一人の力ではダメだと。おー、演出がすごい。送ったってことか。おー、なるほど。なんか条件としてはこっちの方がいいような気がするんですけど、帰ってきたのね。ほら、ありがたいわ。育てがいあるで。おー、かっこいい。今度から、ブルブルね。名前は勝手に変えられてる。あ、まあでも相手がね、つけた名前だから。大切。やったー、マラツボミが手に入った。サンキュー。こんだけ喜んでもらえたら嬉しいっす。せっかちか。親はコンタってなってんだ。へぇ。泥遊び体当たり。肌の肩でぶつかってこう。痛くない。頑丈。一撃必殺が効かない。へぇ。考えたら石粒ではいらないっすよね。せっかく仲間にしたけど、よう考えればね。ブルブルはレベル上げたいね。こうやってやり逃してること絶対あると思うんで。今日ポケモンジムの生えた凄腕、潮の後継いで立派にジムか。それは知っとるんですけど、32番か。まだなんか押す岩を押す話。人の多いところ、建物、洞窟なんかポケモンを告げたまで入っていけ。そういう時はこれもでも大丈夫。好きな食べ物の名前つけて、ああそうだったな。ポッポ、いちごちゃんね、かわいい。ポッポっていうのを忘れそうなんですよ、僕の場合は。変にニックネームつけれないんだよな。ジム行ってもらうんですね。もう一回行ったからもう意味ないんですか。それとまた戦うとか。トレーナーあったばかりなのにこの高さは恐れない。君は見どころあるな。あやさんの実力は本物。俺もまるで叶わない。この先いろんな街にポケモンジムがあそこで腕試し。次はそうだな。ヒワダータウンにでも行ってみるぜ。俺最強の取り使いになるため、ポケモンはと俺の俺を鍛えるよか。押す問題はね、解決してないんですけどね。まあ、ここのところでは情報はなさそうだな。頭31番道路で待ってるぜ的なことだったんですけどね。つながした。あーでもこっち行ってないから、こっちは行きましたよね。あーでも小金しても行ってないか。
だ行ってないところがたくさんあるから、少し岩く預けたいな。岩く預けるか今のうちに。同じ種類2ついらないですよね、せっかく捕まえたけど。仲間になったけど中国手間ですけどね。さすがに進化前は不要でしょう。そっか、チームがめっちゃ強なったよ。個人的にめちゃめちゃチーム強くなったんですけどね。アラちゃん一強だった時代が懐かしいレベルですね。こっち上行ってないか、それか。え？なんで？まあありがたいけど。ポケゲのマップにあのマークちょっと見ながら、ここにしまう。ああ、それも説得しないと。欲しい欲しい欲しいはない。こってでもクリアしましたよね。まだつぼみの塔は。ここクリアしたな。さっきのところを下のところ行こうかな。問題の持ち越しって良くないんですけど、ここ行ってないよね。じっちゃん、帰郷での経験はその後の旅に役に立つだろうか。ここだったね。あんまそうでもないな。でちょっとデビューしますか。明らかな強キャラでしょ。あれ？そうでもないのか？電気の威力が弱まった。締め付ける。あれ？そうでもないぞ。ちょっと泣きそうなんだけど。めっちゃ強いと思ったんですけど、10減るし、めっちゃ減るし、相手が強いのかな。なんか思ってたのと違ったな。あ、多め、なんで多めにもらえるの。役立たなかったんだよ、ほぼ。お？ああ、戦おうってやつね。まあ、すごいいいんですけど。見かけない顔だろ。お前強いな。でも対戦もしていかないと。パンパン行動。シンゴね。ロッカー。うん。お、いいじゃない。全然当たんないじゃないですか。相手の方もう逃げられない。ちょっと指を振るわ。じゃあ次交代戦。ようやられなかったで。めっちゃ経験値もらうじゃん。これやったら相手と戦う意味やんな。またフリーのビア。マジで、もったいないですよね、傷をする使うのは。ズバッとね。本当は電撃が一番いいんですけど。強い。強い。
まあ、90に当たったと91ももらえるの。はあ、強いなぁでしょ。あ、お金ももらえるじゃないですか。戦う意味って十分二分にあるな。回復させたいけど。え、どうした？そうそう、でも、出れそうなのよ。え、何ポケモン勝負？うん、出番の途中だけ今相手してあげる。そうなのかい？ピクニックガール。いいじゃないですか、ピクニックガール。ニドラン。トゲピーじゃきついよね。もうアラちゃん頼みですよ、結局は。ちょ、回復させたいんだよな。強いよ。急所に当たったからだけど。としても強いよ。チェ、本気出す前に預けて。お金もらえるしね。ボール買わんと。え、今旅してんの？いろんなもの見て回ってるんだ。よかったら、お、ヤバンゴ交換だ。これありがたい。私も面白いこと聞いたらすぐ電話するから。はい、ということで、ちょっと30分経ったんで、一回ここで終わりたいと思います。